動画を YouTube、えー、にアップして、それを、えー、どこで見てもらおうかという問題があります。え先ほどは、それは Facebook とか Instagram だとか、あ複数の SNS で、えー、YouTube とジョイントさせる話をしましたが、一番硬いのは、私たちは元印刷会社です。今でも印刷会社ですけど、例えば、あチラシからリーフレットから、 総合カタログから、感謝案内から、一番手近なところでは名刺から、QR コードをつけることによって、目的の SNS に誘導すると。今までの QR コードは、一つの URL を一つの QR コードにつけるというものだったんですが、今、私たちの開発した QR コードの先のフォルダーは、 えー、QR コードは電装ウェブの QR コードを使うんですが、その先がフォルダーになってて、そのフォルダーには複数の URL がつながるような仕掛けができてますから、これは番号で QR コードを生成してますから、まだ中身が準備できてなくても、QR コードを印刷することができるわけです、空っぽのままで。そこに後から好きなもものを入れる、ま、た入れれるるまた替えるいつでも YouTube の中身を入れ替えるることもでできるわけです、えー、QR コードからホームページに行けば、中身いくらでも変えれるんですじゃないですかという質問が常にあるわけですけど、ホームページをいじるということは、それなりのテクニックがいるし、えー、専門の業者に委託しなければなりませんが、インスタグラムだったら、皆さんご自分でされてるわけですね、ブログもご自分でされてるわけです。 スマホの動画もプロに撮ってもらうこともあるかもしれませんが今は自分たちで撮れるわけですね。それをまとめたホームページを作るというとそれなりにエネルギーと時間がかかるわけですけどこの QR コードの後ろについたフォルダを使うことによってどんな情報も を入れることができるし自分の情報だけじゃなくて関連する自分の仲間の情報もそこにつけることができますぜひ、えー、動画マーケティングをされる方たちにはあ印刷物の少し勉強も一緒に、えー、私たちと一緒にしていこうかと考えております